はい、静岡県伊東市八幡のぎっくり腰腰痛産後の骨盤矯正専門の健康スポーツ整体院院長の平原です。今年ね、先日、ソチオリンピック終わりましたけれども、その時ですね、男子、スケートの、フィギュアスケートの、ロシアのプルシェンコ、選手ですね、棄権しましたけれども、その原因が、腰痛のですね、背中で手術した後の、ボルトが、飛んだ時に、ね、練習で飛んだ時に折れていたというような、ことが、報道でなされていました。まあ、それだけですね、ああいう選手たちはですね、背中の、腰痛、まあ、プルシェンコさんはですね、椎間板ヘルニアから来る、過度の、ね、手術、大きな、ね、大手術を行って、ボルトも入れたというような、ね、大手術だったようですけれども、それでですね、オリンピックまで出ていたということですね。まあ、それが、ボルトが折れてしまうぐらいの、衝撃のジャンプしたということはですね、これは棄権しないと、まあ、一生の生命、その後のですね、選手後の、ね、人生にも関わるということで、やはりですね、こういう選択とても辛いと思いますけれども、腰痛っていうのはですね、やっぱり早めにですね、無理をせず、感じさせるというのがとても重要だと思います。プルシェンコ選手のですね、そういう姿を見て、まあ、普通の人でもですね、まあ、少しでもですね、痛みがある場合には早めに、まあ、仕事をね、少し棄権して、しっかりと、休養する、また、静養する、感じさせるために、施術する、治療するというのがとても重要だということに、気づかされました。私たちも、皆様のですね、健康を守るために、一生懸命努力いたしますので、ぜひ何かありましたらご相談してください。よろしくお願いします。